何も映らないね。ぽんちゃん、おはようございます。今、8時24分です。2時後半、3時ちょっと前に夜泣きで起こしてくれてありがとう。ぽんちゃん、寂しかったね。おかげでクロケンパパはずっと起きてます。寝られなくなって映画3本見ました。パチ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 。おかげでですね、眠りのワープを使えずにですね、眠りのワープというのはですね、寝ると一瞬で時間が経つでしょ。あれを使えなかったので、ジャン君を迎えに行く11時までが長いこと。一瞬で寝て起きて準備して出かけたかったのに。さあ、心配していても仕方がないので。ぽんちゃんは結構でも寝てる時間も長かったよね。そうね、だから起こすだけ起こしてあと寝たでしょう。さあ、あと1時間2時間半だね。はい、ご飯でも食べて出かけていきましょう。12時前って言ってたけど11時台でいいんや。11時って言ったよ。あれ11時じゃなかったっけ。うん、あの先生がね、昨日11時に来ていいですよって言ったよ。そうなの、11時前ぐらいかと思ってた。さあ、ぽんちゃん喜べ、ジャン君帰ってくるぞ。わかったね、ジャン君帰ってくるって。ぽんちゃん、ぽんちゃん、よく頑張って辛抱しましたね。辛抱しなかったけどね、夜中に起こしたけどね。でも今10時になりましたので、これから支度をしてジャン君を迎えに行きます。あんまり早く行くとね、様子をちゃんとチェックできないのでって言われているので、11時きっかりに行きますね。もうすぐ帰ってくるよ。昨日から今日にかけて特に何事もなかったと思います。連絡は来ていません。きっと元気にしてるでしょう。ただね、怒ってると思うんですよね。すっごい怒ってたから昨日ね。さあ、うちに帰ってきてからどうやってなだめようかな。ご飯食べちゃん君怒ってるって。怒ってんだよね。ちゃん君。あら、さ。はい、ちゃん君。はい、大丈夫。
ジャン君。はい。ジャン君。ジャン君。ジャン君、忘れた？はいはいはい。はい、大丈夫。ジャン君。ジャン君。はい、思い出した。ジャン君。はい、多分ネットの方がいいのかなとは。ちょっとね、逃亡癖ではないんですけど、かなりちょっとトラウマもともと持ってる子で、思い出しちゃったね。はい。ジャン君帰るよ。帰りましょうよ。はい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 。ジャン君。はい。ジャン君。あ、はい。怖いね。怖いんだよね。はいはいはい。はいはい、反対側ね、こっち側の手で出してもらうからね。あとちょっと注射して返します。はい、はい、すいません。はい、はいはいはい、はい、はい、帰ったよ。閉めるよ。よいしょ。はーい。はーい。はい、ちょっと。ちょっと待ってね。はい。はい。はいはい、どうぞ。出られる？出られますか？はいはい、はい、よいしょ、出そうか。はい、ジャン君こっちへ。はい、はい、ちょっとそっちは上は危ないかな。これ登らない方がいいかな。あー、落ちた。はいはい、はい、大丈夫。やっぱり。はい、ジェン君、ポンちゃん。もう大丈夫だからね、ジェン君。ジェン君。棚の上に乗ったので、大変なことになりました。あら。物を全部落としました。どこの棚？うん、後ろ。そしてジャン君は今ここにいますが、出てこれないんじゃないか。こう左の方から出ないと引っかかるよ。ちょっとこのままほっときます。あ、はい、はい、ジャン君おいで。ジャン君のあれを、はい、おいで。はいはい。取れないよね、うん、やっぱりあれに変えるか。ただ変える時に逃げられたら大変なことになるので、完全にホールドしてから、うん、ヤン君取れないの、それ頑張ってやめて。少しそれで慣れてくれるといいんだけど。そうなんだよね。トイレに行くの。頑張れ。
意外とちっちゃくなってるね、でもエリザベスから。あ、昔から、うん、昔に比べたら。そうか、うん、そうかもしれないね。もっとこうパラボーのアンテナみたいに飛び出てて、うんうん、すごい、うん、あ、そこ通れないよ、そこ通れない、チェックが無理だよ。はいはい、どうぞ、はい、うん、できた、うん、はい、いろいろ考えないとね。チェックをしてるっていうことか。はい。お家だよ、ジャン君。ポンちゃん。ジャン君頑張って。ポンちゃんどうですか。はい。ジャン君帰ってきたけど、なんかロボットみたいに見えるもんね。なんかね、変なのつけてるね。はい。ポンちゃん優しくしてあげてくれる？うん。取れないの、それごめんね。はい、はいはい。ジャン君、じゃあ後で柔らかいのに変えてあげるから。はい。もうちょっと待ってね。準備するからね。はい。ジャン君。気持ち悪いよね。そうだろうね。そこ取れないな、そこ取れないな。よいしょ、はい、どうぞ。はい、はい、はいはい、はいはい。あれ、引っかかった？あ、そんなことだよ。はい、はい、ジャン君。はい。ジャン君。よいしょ。なんならこっち来ませんか？はい。うん。おいで。おいで。はいはい。ジャン君、引っかかってる、引っかかってる。こっちだったら取れるよ。ほら、おいで。はい、はい、どうぞ。どっちがいいの？よいしょ、あ、開いてんじゃん。はい、やりにくい？ああ、そこは外に出ちゃうな。外にしちゃいました。はいはいはい、しょうがないね。はい。よいしょ。はい。いいよ。今掃除するよ。よいしょ。よいしょ。おしっこはですね、1週間ぐらいは、まあ、血が、出るだろうという話ですので、赤くても騒ぎはしません。ちょっと臭いね、でもね。ちょっと溜めてたかな。よいしょ。病院では緊張してご飯も食べなかったそうですので、これからご飯をあげて、あとは1日1回の、炎症を多分抑えるやつだと思うんですが、薬をいただいています。じゃあ、こっちおいで。はい、おいで。
カラー変えよう。この赤いやつに変えましょう。ジャックン、ふわふわだよ。それだといろんなとこに引っかかるでしょ。あとさ、ヒーターをさ、しばらくやめる、うん、カラーが取れるので、まあ、それでもいいよ。あのピタッてくっついちゃうとさ、さすがに溶けたりとかしそうだよね、うん、これの場合は溶けそうだし、まあ、こっちもちょっと危険。一度向こう持っていこうか。そのか、あとジャンク引っかかりそうだしね。ジャンク、はい、大丈夫大丈夫。ジャンク、はいはい、ジャン君、ここでジャン君、お利口さんでしたね、ジャン君。ちょっとじっとしてられるじゃん。あ、お利口さんで、ね、ジャン君。はい、お利口。お耳をピコって。あ、ピコピコ。なんでたね、ジャン君。ちょっと待っててね。ちょっと待ってよ。このぐらいだったら大丈夫かな。指が2本ぐらい入るように。はい、できた。はい、ジャック落ち着いてきた。まだちょっと挙動不審続いてるね。少し寝なさい、そこで。ジャックいつもの定位置に来ましたね。そこでちょっと寝てみたらいいんじゃないの。じゃっけん、はいはい。じゃくん、おそらくこの辺縫い跡があるかな。お腹反られてるね。じゃんけん、1週間後に、また病院に行って抜歯です。じゃんくん、また暴れるかな。気をつけようね。はい、おやすみ。ポンちゃんのハートマーク、うん、ポンちゃん、ジャン君大好きってこれで表してるのかな。帰ってきて嬉しいって言ってんだよね。ちょっといびつなハートマークでした。よかったね。お姉ちゃん君、お、ここ、あ、違うか。はい、ジャン君、ジャン君、はい、はい、はい、ジャン君、いい子だね。はい、気持ちいいね。はい、はい、ジャン君、いい子ね。はい、かわいいね、ジャン君。クシュクシュクシュ、はい、首気持ちいいね。早く治るといいね。はい、治ろうね。治れ治れ。おしっこするときにもう少しお尻を下げるといいね。うん、下げられないのかな。ちょっと痛いのかな。やっぱこれの違和感じゃないかな。かな、早く取れるといいね。1週間、2週間くらいは取れないのかな。ジャン君、あ、でも1週間で抜歯だから。そうだね、うん、抜歯した後もでもさ、あんまり、いや、抜歯できるってことはもう塞がったってことでしょ。ついてるから平気ってこと。そっか、1週間の我慢ですよ、ジャン君。ジャン君、いい子だね。頑張ろうね。ジャン君がですね、トイレに、トイレをするときにお尻を下げなくなってしまったので、急遽家にあるペットトイレシート、うん、トイレシートかな、ペットシートかトイレシートか、うん、ですね、それを、のれんのように下げました。
マオイママさん、いろんなやつで、そう、3枚だけ残ってたっていうんで、急遽買いに行かないといけないですね、うん、これやっぱり、まあ匂いは俺らが我慢すればいいのか、壁とか、他のところについて、匂っている部分に関してはなんとか消臭を出臭するとか頑張りますが、まあ、これは、やるたんびに書いてたら大変な散財になっちゃうからね。まあでもね、トイレシートはいっぱい入ってるから、うん、まあすっごいいっぱいしか入ってないのを買ったので、うん、あまりにももったいないので、でもね、キャンディーちゃんにあげちゃったんだけど、11時ぐらいに帰ってきて、うん、今1時半だから2時間半の間に3回したよ、うん、1日に1回交換かな。まあワンちゃんが使っている時も、うん、何回かしたら交換ってしてたから、うん、まあね、だから匂いの問題を言っているわけで、うん、だから交換は、まあね、匂いを我慢して、やっぱ猫なのでね、匂いが強いのでということです。1日1回か2回交換くらいのペースでしょうか、うん、これって、うん、おしっこの匂いを軽減しますみたいなのも多少あると思うんだけどね、うん、ワンちゃんのでもね、しないわけではないのでね、うん、ジャン君頑張ろう、1週間なんとか頑張ろう、それもここに、おしりを下げなくなった原因の一つはやっぱりお腹がまだ突っ張った状態だからじゃないかなと、見てて思いました。下げようとする様子がありませんということで、まあ傷口が癒えてきてですね、伸び縮みするようになってきたら座ってくれんじゃないかな。このまま一生この状態にはならないと願います。あとはあれだよね、あれが取れて、なんだっけ、エリザベスカラーもちょっと気になると思うので、うん、おしっこしにくいんだと思うんでね、うん、はい、とにかく、当面これでやり過ごしていきます。はい、今マオイママさんが急遽、頑張ってペットショップまでこれを買いに行ってきました。これは何でしょう、なんかさ、救命胴衣みたいだね、空気を入れて、エリザベスカラーを作るタイプのものだそうです。今日、我が家の方で布のエリザベスカラーに、してみたんですけれども、どうもジャン君は上手に縄抜けをします。ここの、この首のとこにですね、手をこう内側から入れて、首を抜くという技を二度やりました。で、今ちょっときつめに、縛って、まあ紐で縛るタイプなので、きつめに縛ってるんですけど、ちょっと怖いので、新しいのちょっと試してみます。はい、形としてはこんな、それこそ救命胴衣みたいなやつですね。で、ここに、首輪が通せるようになってると。これはいいなと思いました。絶対外れませんよね、これだったらね。それから、こう、マジックテープで、こういうふうにやるんですけれども、ここ気になっているんですけど、この隙間ね。ここからベロ出せるなと思っているんですが、よいしょ。ちょっと片手だとやりに。入ってきました。この中にですね、これ浮き輪だね、うん、それこそ本当に救命胴衣だね、うん、という形でこれに今空気を入れます。はい、空気入りましたが、ここ抜けてるのちょっと気になっていますが、これ多分これですね、うん、マジックテープを調整して、ちょっとキュッてね、うん、大丈夫かな、大丈夫か、やってみるか、うん、ということで、これに切り替えてみたいのですが、ジャン君がこんなとこにいますので、多分警戒してやらせてもらえないと思います。後ほどねやって、つけたらまたお見せします、
渋い色だったね、ジャン君。少しカーキ色のアーミータイプになりましたが、かっこいい。ジャン君なんかさ、ラッパーとかみたいよ。ロゴの感じも。ジャン君。顎にフィットしているんですけれども、これは辛いかどうかがもう一つわからないですね。動くところを見てみないと。まあでも大丈夫かな。眠くなってるぐらいだから大丈夫か。そこにさ、スライドってない、なんていうの、こう穴が開いてるじゃん、うん、こう輪っか、完全な輪っかじゃなくて、だからそうね、ちょっとずれたりとかして、あの調整は効くのかな、うん、あとは以前のやつよりも直径が5センチぐらい、小さくなってますんで、傷口に手か口が届かないかどうか、くか届かないか、がちょっと心配なので、もう少し様子見ます。ジャン君。はい、ジャン君。おろ。よいしょ。ジャン君、ジャン君。ジャン君。ポンちゃんも来ればいいのに。はい、いつものようにパパママの間に挟まってなでなでを食らっております。いつもに戻りました。よかったね。何かっていうとちょっと怖がってついシャアを言いがちな今日でしたが、もう一回寝たからか、もう爆睡してたもんね。そしてこのセントラルヒーティングじゃなくてエリザベスカラー、エリザベスカラー、いろいろですね、経緯はあるんですけれども、ちょうどいいっていうことが分かりました。この短いエリザベスカラーのおかげで、お股とかを、自分で舐めることができるんですが、傷口にはギリ到達しないということが分かりました。ということはそれ以外のところのこうムズムズとかそういうのは自分で解決できる。傷くらいできてね。足も舐めたりとかね、尻尾も舐めたりできます。傷口が、悪くならないんであれば、なお結構です。